今日から私の弟子にしてやってもいいぞ。おめでとう、ソラちゃん。負けちゃった。ある。さーて、勝負も決まったみてえだし、帰るか。おいこら、負けたのは誰のせいだと思ってんだ、ボケ。そうある。銀ちゃんがもう少し気合い入れてたら違ってたね。そんなこと言われても俺出番なかっただろうが。まあまあ、たかがお遊びじゃないですか。そんな本気にならなくても。分かってないある。勝ったら炊飯器3つ分ご飯を食べさせてもらうつもりだったある。っていうかあんた、プロレスで勝たなくても普段からそれぐらい食ってるじゃないか。まあもう勝負のことはいいじゃない。それよりみんなお腹空いたでしょ。一緒に晩ご飯でも食べましょう。ねえしんちゃん、カレーの材料買ってあったわよね。はいはい、もうできてますよ。午前中から煮込んどきましたから。みんなでカレーを食べる。ある。このようにこの博覧会最大の目玉である魂の絵筆の前には連日見物客の山ができてます。描いたことが現実になると言われているこの絵筆、少しでも御利益を得ようと集まっているのか、人の浅ましさであふれかえっております。つうか私にも御利益よくせえ。マジでか、すごいよ。これ見てみろ。ある。変えたことが本当になるんだってさ。きっと夢も希望も書きたい放題よ。7つ集める黄色い玉よりすげえよ。これって今やってる大江戸万世博覧会だよね。魂の絵筆か。書いたことが本当になるってことは、それってやっぱり夢が叶ったりしちゃうってことなのかな。当然ある。毎食山盛りのご飯に鮭茶漬けも夢じゃない。ある。ひょっとしたらご進行もついてくるかもしれないね。何くだらねえこと言ってんだ。それよりドラマの再放送はどうした。毎日毎日同じ特番ばかり流しやがって。先行の CM か、この野郎。公共の電波は万博の宣伝場所じゃないんだよ。銀さんは興味ないんですか。俺の夢はそんなもんで叶えられるほどちっぽけなもんじゃねえんだよ。男の夢っつうのはな、そんなにホイホイ叶えられねえようなでかいもんだからいいんじゃねえか。でもそのクルクルの電波がサラッサラになるかもしれないよ。マジでか。好きな髪型も思いのまま、雨の日でもベタつかない、ゴワつかないよ。女の子にもモテモテ。ある。モテモテか。それいいかも。ちっさ、この人の夢ものすごくちっさ。そらちは見てみたくないあるか。きっとどんな夢でも思いのままある。そうだね、そらくん絵を描くの好きだって言ってたから、こういうのって興味あるんじゃない。やっぱり。そんな願いもバッチリお任せ。ある。でもそういうのってどうやって絵に描くんだろうね。ねえ銀ちゃん、博覧会に連れて行く。ある。
私も夢を掴んでみたいよ。だから何遍も言ってんだろ、あんなもんで夢なんか掴めるわけねえって。そんなに夢掴みてんなら駄菓子屋のくじでも引いてこい。あん中にはたくさん夢が詰まってんぞ。そんな子供サイズの夢なんて興味ないやろ。バカにすんなよ。だいたい行ったところで展示品に触れるわけじゃねえだろ。夢だ希望だ甘っちょろいこと言ってる前に現実見ろや現実。ということで今日は F での出展を記念しての絵画コンテストが行われるようです。豪華商品の数々のほか、グランプリにはなんと一度だけ魂の F でを使用できる権利を得ることができます。皆さんのご参加心よりお待ちしております。でかい夢は無理でも、些細な夢くらいなら現実的だよな。全員配置につきました。これより警備に当たります。ああ、しっかり見張っとけよ。一度盗まれかけた代物だ。あれを狙う不定野郎がまだいるかもしれないからな。前は取り戻したからいいものの、また同じように盗まれたとあっちゃ新選組の名折れだ。まあそれはわかるんですけど。けどこんな警備の仕方で本当にいいんですか副長は。文句はうちの大将に言いやがれ。この作戦を考えたのは近藤さんなんだからな。はあ、しかしどうだ歳、守備の方は。お、どうした。今度さ、 F での警備が重要なのは分かる。分かるんだけど、なんで俺たちまでコンテストに参加しなくちゃなんだ。普通に警備すりゃいいじゃねえか。仕方ないだろう。コンテストに警官の姿があったら気が散って絵が描けんと苦情が来てるんだから。それに俺たちのような無粋な連中がうろついてたんじゃ、お客さんも祭りを楽しめんだろう。かといって警備をおろそかにすることはできん。ここは俺たちがコンテスト参加者に化けて警備に当たる本密お絵描き決死校で行くしかあるまい。まあ俺たちの仕事はいつだって裏方だからね。それで警備に当たるっても付き合うさ。よし、それじゃ張り切って隠密お絵描き決死校を開始する。出るからにはバッチリ優勝を狙えよ。言っとくが俺は絵なんざ描かねえから。いいかてめえら、出るからには絶対優勝だ。参加賞なんかには目もくれんな。ポケットティッシュは便利だがこれ以上必要ねえ。任せるね銀ちゃん、せめて努力賞のトイレットペーパーは狙ってみるね。鼻をかむのにも使えるから何かとお得よ。なんか優勝商品以外どうでもいいものばかりですね。何ですか準優勝のいちご牛乳ワンパックって。どうせ優勝しか狙ってねえんだから準優勝が何だろうがどうでもいいだろう。それに今回は賞賛がある。優勝はもらったようなもんだ。おいおい、必勝の要のお前がそんな弱気でどうする。
なんじゃ勝てるもんも勝てねえよ。やる前から諦めてどうする。自信を持て。お前には素質があるんだから。いいか、これは遊びなんかじゃねえ。よろず屋の仕事の一つだ。それにな、これはお前のためでもあるんだぞ。記憶を失って、お前が覚えてることって言ったら、自分の名前と絵を描くのが好きだったってことくらいじゃねえか。だったらお前が覚えてることをこなしていきゃ、記憶も戻るかもしんねえだろ。お前はお前のために絵を描きゃいいじゃねえか。って見ますじゃ意味ねえだろ。優勝商品以外には興味ねえんだからさ。やるからにはベストを尽くせ。優勝以外考えるな。ねえねえ銀ちゃん、さっきから気になってたけど、あそこにいるのってなんか見覚えある連中じゃないやろか。うん、よろず屋の旦那だと。どこにでも湧いてくる連中だな。なんでてめえらがこんなところにいるんだ。よく見ればそこかしこに見覚えある人たちが紛れ込んでますね。おいおい、こんな祭りまで出張ってくるなんざ、警察官っていうのはよっぽど暇なんですか。それこっちのセリフだ。どうします、副長、なんか妙な具合になってきたんですけど。どうするこうする予定通り警備に当たるしかねえだろ。くそ、こんなんで一番レフで近づけたくねえ連中がゾロゾロと。おいよろず、悪いことは言わねえ。ねえ、とっとと帰りやがれ。仕事に邪魔だ。どういう言いがかりだそりゃ。てめえらの仕事は民間人のささやかな楽しみを奪うことですか。てめえに説明するいわれはねえよ。どうせてめえらごときが優勝できるわけなんだ。勝手に言って。ほっほう、言うじゃねえか。けど俺たちだって負け戦にのこのこ出てきたわけじゃねえんだ。こっちには秘密兵器があることを忘れんなよ。言っちゃったら秘密になんないんじゃない。秘密兵器だよ。そういうこと、忘れちゃいませんか。メーラが紹介した絵のエキスパートがこっちについてるってこと。やったら秘密になんないってば。副長、安心しろ。エキスパートってのはこっちが勝手にそう言ったまでだ。絵を描くのが得意っつっても所詮はガキの描く絵だろ。そんなんで優勝なんじゃできるわけねえね。そうですかね。何にしてもてめえらに付き合ってる暇はねえ。やる気でも勝手にしろ。ま、どうせ優勝は無理だろうけどな。面白い。後で吠え面書くんじゃねえぞ。そう
ういうこった、ソラ。こうなった以上、負けは許されねえ。お前にはしっかり優勝してもらうから。あんな奴ら、ケチョンケチョンにしてやるある。こうなったらやるしかないよ。あそこまで言われたら引けないからね。大丈夫だよ。みんなでやればなんとかなるかもしれないし。見てわからないやろか。絵を描いてるある。何驚いてるあるか。お絵描きコンテストなんだから当たり前ある。他に何してるように見えるねん。芸術とは感じるものね。どこかの偉い武道家も言ってたよ。考えるんじゃない、感じるんだってね。だから私は情熱を絵に叩きつけているある。おっちょーん。どこに目をつけてるある。目ん玉かっぽじって見てみるといいね。ほら、目の前に芸術的な絵が。うわ、バカな、いつの間にか描いてた絵がどこにもないある。何言ってんだ。俺もうとっくの昔にかけてるぞ。絵なんてもんはな、時間をかければいいってもんじゃねえだろ。その時感じた、ありのまんまを描き出しゃいいんだよ。そこに自分の信念なり何なりが見えてくんだからさ。俺、絵だって習字だって似たようなもんだろ。紙に叩きつけた俺の信念は変わんねえんだから。絵なんて本当久しぶりに描いてみたんだけどね。実は寺子屋時代に少しだけかじってたことがあるんだ。こう見えても昔はお絵描きしんちゃんって呼ばれてたこともあったんだから。って言っても近所のおばちゃんたちに呼ばれてただけなんだけど。